鴨競馬を描いたがこの項目では、競馬、または、駒比べとも呼ばれる、日本の古式競馬について記述する。競馬とは、馬を走らせてその馬の走行速度や、騎手の乗馬技術、作法を競う競技であり、神事としても存在する。日本初期によれば、天武天皇8年の記事に、 両馬の瞬足を鑑賞するために実際に馬の走り比べを行ったとする記事が存在しており、その頃には存在していた。ただし、こうした鑑賞行事は、祭り会の際のソ馬マとして、別個の発展を遂げ、これとは別に馬の速さと馬術を競う、宮中行事として、毎年5月5日の設営に際して6日までの2日間かけて、記者と共に行われるようになった。 奈良時代は、平城宮の南苑、平安時代では、武徳殿、馬場殿とも言うで行われた。平安中期にもなると、安宮、離宮、苦行の邸宅、神社の境内などで臨時の競馬が行われることも、あった。もっとも、馬の飼育には本来は、軍事的要素も含まれていたために、進化が、りに行うことができず、実際には石棺か。 それに類する苦行のみの特権であった。藤原の道長は私的な競馬をたびたび開催して、藤原さねすけより避難を浴びているほか、観光元年に花山法王の行行を名目に、自定で競馬を行って以来、一条天皇、三条天皇の行行などを口実にして、競馬を開催し、新王や他の苦行たちには、当日に走らせる馬を提供させるなど、 事故の経緯づけに用いた。その後継者である藤原頼道が万寿元年にかやいんで催した競馬は映画物語の駒倉部の行行や駒倉部行行絵巻に描かれている。神社においては神事として鴨神社、岩清水八幡宮、春日大社の催しが知られる。特に上鴨神社の競馬は有名で中世以降、 宮中の武徳殿での催しが衰微していくとともに、臨時の競馬も減少していったが、競馬会神事ともいうとして、現在でも行われており、古式の種族を今日まで継承している。春日大社では、富士市長者が在任中に一度は、春日が三の折に競馬を開くのを慣例にしており、この風習も、藤原の道長によって創始され、創生した藤原氏通を例外として、 歴代の富士市長者の習わしとされた。宮中行事としての競馬は、未調教の馬を左右に配し、直線コースの馬場で二頭走らせる。その馬を、上尻と呼ばれる騎手が、巧みに操って、競争相手を進行妨害したりしがらも先着を競う。無事にゴールまで早く走行させた方が勝ちであり、落馬は負けとなった。これは、馬の速さだけでなく、 騎手の乗馬技術が問われる趣考を凝らしたものでもあった。なお、二番目以後は、追い方が先行して出発する、ョ馬となり、勝つ方は一分時間を置いて、後から出発するツユ馬と呼ばれ、ツユ馬は、ョ馬を追い越して、馬中に入る必要があった。二期一組で、経営10番の競争を行い、全番を通して、左方、右方の勝敗が決定した。 直線コースには左右にラチと呼ばれる黒木の柵を設置し、途中に目印となる三本の木を設置する。汽車の場合には左側がイムキとなるように木をラチの左側になるようなコースを設定し、それぞれに的剣の防治を行うが、競馬の場合、最初の木を前出しとし、二番目の木をムチを入れて競い合う。 勝負の木とし、最後の木に勝負決定の印を置いて、そばに矛を立てて、馬中すなわち、ゴールとする。観客は拉致を望む中央の建物を、バ場殿とし、その左右に握者を設置してそのいずれかで、観戦することになっていた。騎手は、F や、馬塚さなどに属する武官から選ばれ、自身の意界に値する等式の上着、打ち掛けという抜き頭衣の一種を身につけて、 競技に臨んだ。中世に至るまで、盛んに行われ、花園院の日記である、花園院新記には、小中2年正月13日上の記事として、花園院が属する、寿命院党のライバルである、大覚寺党の五代五天皇と、皇太子国吉が、皇位継承の正当性をめぐって、鎌倉幕府からの有利な裁定を求めて、 互いに、鎌倉に死者を相次いで派遣したありを、世に競馬とゴースと皮に食っている。小浮き、長保元年9月13日16日10月20日上など、大期別記二兵三年11月28日上、大辞林第打班、打ちか掛、両党、三聖堂2015年9月14日閲覧。ありがとうございます。